香です。今日はコードトーンとは何ぞやっていうのをご説明したいなと思います。コードトーンとはそのコードを構成しているそれぞれの音のことなんですけれども、例えば C のコード、 C のコードはドとミとソの音が同時になると C のコード、こういうね響きになるんですね。なので C のコードのコードトーンはドとミとソです。例えて言うなら C のコードがケーキだとしたら、コードトーンはそのケーキを作っているそれぞれの材料のことです。スポンジと、いちごと生クリームみたいな感じで。で、例えば、これ C マイナーのコードなんですけれども、 C マイナーのコードはドとミフラットとソの音が同時になると C マイナーのコードになります。はい、さっきの C のコードとミがミフラットに変わっただけなのに、すごいかなりなんか印象変わりますよね。なんかこっちは C のコードはすごい明るい感じがしますけど、 C マイナーのコードはなんかちょっとね暗くてクックックドヨーンっていうね感じがしませんか。はい、そんな感じでコードトーンがちょっと変わるだけですごい印象が変わりますよね。ケーキにも、ケーキにもチョコレートケーキとか、フルーツタルトとか、チーズケーキとか、いろんなケーキがあるように、コードにも本当にいろんなコードがあります。で、ちなみに今ご紹介した C も C マイナーも、3つずつの音で作られているコードですね。C はドミソで、C マイナーはド、ミフラット、ソ、3つの音です。はい、こういう3つの音で作られているコードのことをトライアドコードって言います。そんな感じで今日はコードトーンについてお話をさせていただきました。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。